さあまおはようございます、えー、全日本のグレスピ最高でしたね。宇野昌磨君の話です。衣装もセカンド3回転は最初の4回転が綺麗でいけたな、えー。ノーミスを目指していたからよかった。えー、懐かしいけどつい昨日のことくらいな感じで、えー、ステファン先生ありがとう。えー、観客も、えーえー、声援や え最初の演技者、シ、え、ョーくんからすごく盛り上がり、スタオーベよかったですね、えー、世界選手権でも頑張って、うん、宇野選手はこのような、えー、グレースピンのように、ですね野性心のあるプログラム、とても、えー、いいなっていつも思いますね、うん、なんかこう、なんて言うんでしょうかね、すごく合ってるなっていう気がするので、えー、そういったプログラム、また見てみたいですね。うん えー、天村様、よろしくお願いします。おはようございます。えー、もうすぐ世界中にないですね、うん。もう練習始まってるらしいですよ。えー、日本強いから期待しています。そうた君は中京休学なんですね。それは安心。えー、競技に集中できる。うん で、層が厚いけど、友野くんみたいにミラノゴリンまで目指すなら、えー、スポンサーがつくといいですね。そうくんも高知業に興味があるそうで、友野くんはスケートクラブに恩があるそうで、えー、先生と一緒に活動をするでしょうね。うん スケート界ずっと応援できそうです。えー、翔馬くんはやりたいことがいっぱいありそう。世界の愛称にも出てほしいな。ね。あの、友野くんが練習しているあの大阪のあのリンクって、実は一般営業中ジャンプすることはできないんですよね。僕はびっくりしました。あのー、なので、あそこのリンクちょっと今できるかどうかわかりませんけど、ジャンプ OK にしてほしいなって思うんですよね。多分だから、えー、貸し切りの時だけなんでしょうかね、ジャンプしてるのは。うん。で、蒼田くんね。 スポンサーがまだいないということなんで、うッドボくんはね、スポンサーさんがつきましたけども、そうく君にはいないということなんで、早くついてほしいなっていうところがありますね。うん アクアマリンさん、よろしくお願いします。えー、芝山さんもお誕生日に優勝できてよかったですね。うん、芝山さんお誕生日だったんですね。で、チャレンジカップはチームで表彰があって、えー、日本が受賞、えー、坂本さんが代表をして盾を受けて、受け取っていました。みんな楽しそうでした。うん、雰囲気が良かったですね。チャレンジカップは、演技終わった後に、えー、マイ、テンキューって言ってますね。 うん、香り、天球とかなんかで、あれもなんかいいなって思いましたね。カ、う、ブ、ん、さん、ヤータ・ホビン選手、えー、ご存知ないですか、えー、今季ベルギー選手権2位の選手で、えー、ジュニアグランプリにも出ていました。うん、あれこの選手って 海賊だとしたら、えっと、僕、皆まで見たことあります。もし、えー、この子は海賊をやってた選手、うんえー、バレエの海賊、うん、だとすると、多分この選手は、えー、メキュルのリンクで練習してますよ。ただ、この選手かどうかはちょっとわかんないので、えーだ、だったかな、うん、あの、今月、ドラゴントロフィーの動画も YouTube にあります、えー。ワールドテクニカルスコア、ミニマムスコアは、えー、ショートとフリーは別々で設定されていて、で、うん、 ジェイドはフリープログラムはすでに持っていたんで、えー、最初からショートだけの出場予定でした。世界ジュニアに出るから翌日カナダに飛ぶためにと。で、ワールドのエントリー締め切り前のラストチャンスでしたが頑張りましたね。うん。世界選手権に初めてベルギー、そして3人出場することになり、応援に来ていたルナケンも喜んでいました。おすごいですね。ベルギー、フィギュアスケート。かい、熱くなってきてますね。いや、本当に暑いですね、今ね。 うん、ねなんか、無理すごいです、本当ね。で、え友野くんは、大西講師のところに来て、覚醒した、して、五輪出場して、ワールドメダル取った増田さんを、臨界で見てたから、リスペクトしてるんでしょうね。フィリップ・ミルズフリーステのクローマーが好きでした。あ、これかな多分フィリップ・ミルズのフリースけってことは、この方のクローマーって、この、あれですかね。うん。で、えっと、え元ネタのバレークローマーも、 うん、マッチーはアシュリーのブ,ロブラックスファンを見てフリースティー以来したと言っていました。デミルズさんはフィギュア出身ではなく元バレエダンサーなんで、えー、バレエ好きなマッチーと会ったのかなと、うん、この,あのクローマっていうのは僕も見たことありますよなんかすごいなんか不思議な感じですねとてもね、うん、で、えー、エタリアのララーキの今季のフリープログラムロンバルディア杯で初めて見たときがお気,に入り気に入りました。いや、面白いですね本当ね。うん、ヒッチゴッチクと フィリアでは珍しい選挙だけど、映画は心理サスペンスで怖いんですよね。ハイパー・ギレスポール・ポアリアのカナダの2023年から2014年のフリーダンスのヒッチコックも傑作です。2014年、埼玉ワールドで滑ってました。ドイツ女子はさっきショットから、ショットさんが取った2枠でワールドに2人出場できるから、国民主体はドイツっていうのもありえるかと。 でえとジョージアは欧州戦も、ワールドも女子2人あるのに人目がいなくて、ウルシャゼ、サマリンの彼女は、今季一緒に出てないから、ペアもメテパー解散で、サフィベルサフィベルは、ジョージアは、怪我で欧州戦に出てこなかったけど、ワールドには来るのかなということですね。この辺どうでしょうかね。まいろんな、ねちょっと今回も解散とか、怪我とかも結構多いということなんで、ちょっとわかりませんけどね。 えー、マルディンさん、よろしくお願いします。えー、佐藤俊君の凄さを知るには、やっぱりジュニアグランプリファイナルのフリープログラムが一番ですよ。うんえー、ジャンプ構成4回転ずつも決めて、今とはそんなに変わらない。えー、宇野昌磨君がジュニア最高得点を持っていたが、あっさり俊君が塗り替えてしまった。うん、今もうその点数は破られていないと思う。で、その前のジュニアチャレンジカップで初めて優馬君に負けて、2位になったのが原動力となったのか、えー、ジュニアグランプリファイナルの優勝は、 私にとってはえ、次の北京オリンピックでは、く君が翔く君と争うんだろうと漠然と思っていたと。うん。しゅんく君も北京オリンピックは狙っていたと思うが、えー、3年前から優くんに負けるようになり、先行基準である、あのー、そうですね、えー、全日本で致命的な、えー、怪我をして、とうとう北京オリンピックは、えー、病室でテレビ観戦となった。えー、その怪我からの復帰するまでの6か月は、えー、スケーティング、表現を磨く絶好の機会となった。もともとノービス時代、フィギューアー スケートのため、役立つことは何でもやるとバレーレースもやっている。うん、でバレーレースもされてるんですね7歳の頃、仙台リンクで羽生結弦さんと一緒に練習して目標としていたからえー、上手くなれたあ。上手くなれるのならとえ貨、ー、物さんに頑張ってきたんだろうと。とうんで、翔馬くんの演技を見ていて、いつも肩の使い方。それから指先あれ。指それから連動して動く、えー、腕は上腕から。 えー、指先、S 字型にしなる全身、えー、力強く柔らかにも、滑ら,らかにも、えー、そして緩急自在なところで、あのー、これは他の選手では私は見たことがない。で今期の4大陸のエキシビションで、く、えー、君のフラワーズを見て、肩から上半、指先の動き、シュマ君以外では、久々に見た気がしたのであると、うんで。試合ではジャンプ、スピン、ステップ、ミスできないから、エキシビションほどの表現力はまだ見せられないかとね。あみなみな ないかということですね。うん。まああのね。だんだん評価されてくればいいなって思いますよね。まだ評価がねえっとそんなにはされてない気がするんですよ。なので、まああのもっともっとね。ジャッジの評価がね。上がっていけばいいなって思いますよね。うん。 えー、そして、菅さん、よろしくお願いします。えー、三原舞さん、ユニバーシティーゲームズの時のような完璧な演技を期待していたのに、えー、国体に続きミスが出て、フリーは229点止まりでショックでした。うん、ユニバーの時の演技なら、他の選手全員がノーミースの演技をしても、えー、ワールド2以上は確実だけど、この演技じゃ表彰台は厳しいですからね。でも演技を見ると、国体の時より幾分良くなっているし、えー、後半ノーミスで回転不足も取られていない。うん、えー、演技 終わったた笑顔も見せていた、えー、ステップがレベル2に驚いたけど、えー、坂本さんや河、えー、辺さんもレベル2なんで、全体的に厳しいサイてなったようです。うん、今回、ステップ結構厳しいですね。うん、これ、フリーステッティングもレベル2ということでしょうか。で、ワールドまで3週間あるんで、舞さんならそれまでに立て直してくるだろうと、えー、それほど心配したくてもいいのかなと思ってきました。うん すべ、えー、ての試合でノーミス探偵選手はまずいませんしね、舞、えー、さんがワールドで完璧な演技をして、パーソナルベストを更新できるように祈っています。うん、まい、あ、ちゃんは本当にです、ね、あのミスはあるんですが、全体的には本当に安定してますからね。うん、なので、まあ、世界選手権、ちょっと、まあえー、それまでのこのチャレンジカップ、ミスはあったんですが、逆にこれをいい吉祥として、えー、なんだろう、こう世界選手権挑んでいってほしいですね。うん えー、マルニンさんも一緒です、えー。オランダチャレンジカップでの、えー、香織ちゃんの衣装について、えー、ショートプログラムの黒のジャネット・ジャクソン風に変わった件です。えー、マシューキャ,ロンキャロンデザインですね、えー。ピョンチャンオリンピック以降のシ馬ーマくんの衣装のデザイナーで、多くの人の記録に残っているのは、えー、グレートスピリッツの、えー、深い、えー、赤紫色に、 青いバツに、えー、スワロフスキーをふんだんに使用した衣装でしょう、えー。今回の香里ちゃんの衣装チェンジは、あまりにジャネットのプログラムっていう感じしすぎて、えー、ジャネットのプロモーションビデオのように見える。えー、前の黒に金色にも、えー、吹き付けたような衣装なら、えー、坂本香織のジャネット・ジャクソンになってたと思うと。あね、なるほどですね。えー、前期の昭和君のエキシビションのマイケル・ジャクソンの衣装は、えー、黒字に、えー、前は あの赤の大い、えー、方のラインで、えー、後ろは赤のラインの右上にワンポイントと真っ赤なバガラが素敵でしたね。だからしっかり宇野昌磨の前級になってました。うん、やっぱそのひ作品 その方の作品じゃなくてえ、その選手が滑る、その選手の作品にしていくということが大事ということでしょうかね。えジューマ君の衣装を担当してから、えマッシュさんの衣装がフィギュアの衣装のトレンドだったと思う。で、あの衣装のことになると、口うるさいランのデビットだから、えマッシュの衣装をまるでオークトクチュールのようだと、ベタ褒めでした。うん。とはいえ、 マシーの女子の衣装を今回の香織ちゃんは以外見ていないけど、今回のデザインはいただけないと私は思う。うん、で、今の時フリープログラム衣装を赤に変えたのは、前の衣装が重いとも言っていたからだろう。そこが最大の。あ え何せかおりちゃんのフリープログラム運動量ったら半端ないからそこが最大の魅力だしね。うんということですね。僕も今回のショートはちょっと衣装ねあって、でも衣装自体はね悪くはなかった気がするんですけども、曲とのその,の一体感っていうところがどうなのかなっていう感じはねしましたけどね、やっぱり。うん えー、エミリーさんよろししくお願いします、えー、シャンペリーではしてファンたちが何かの講習みたいなものをやっているみたいでえデニス君とコウシロ君はもちろんえサトコちゃんが えー、小尻健太さんなんかいろんな人が来ていて、えー、陸上のトレーニング何かはよくわかんないけど、激しめのエアロビみたいななんか映像がありました。えー、楽しそうだけど、きそうと。で、さとこちゃんもフラフラしていましたよ。うん、さとこちゃんいるんですね。で、さとこちゃんのインスタには、後半で片足バランスとかポーズをとったり、何やってるんだろう、面白い。えー、今、いや、えー、 あの楽しそうだけど、想像するに、ショウマ君、試合まで1ヶ月切ってるときに、えー、この陸上トレーニングにお付き合いをさせられたら、たまったもんじゃなさそうと。うん。シ君的気分転換はこれじゃない感がすごく、あそんな感じなんですね。えー、勝手な想像ですけど。で、これは日本でマイペース調整しなきゃだなと思いました。えー、勝手な想像ですよと。うん。あそんな感じなんです。ちょっと乗ってなかったっていう感じなんでしょうかね。うん。なるほど。えー、サトコちゃんもいるということなんで。 気分転換になってるのかなねーうんえー、エミリーさんも伝統でございますえー、200万回を突破した2019年全日本のグレスピア、えー、グレスピーの中でも特別なグレスピーですねうんはいということですごいですよね200万回で、ね、突破人気がありますねやっぱりねうん えー、u ーベーよろしくお願いします。お疲れ様です。えー、世界ジュニアカナダリンクで練習始まってますね。ドキドキ。うん。落ち着かないんで時間があるとき、フィギュアの YouTube や録画を見ています。今更なから、マオちゃんの私を超えるを見ました。えー、コロナ禍の中、ずっとビヨンド公演に向けて、えー、練習と準備をしていたんですね、えー。意外だったのは、マオちゃん、バレーバー練習が嫌い苦手だって、あー、そうなんですね。えー、知らなかった。えー、あんなに素が美しいのに今になってバレーは必要。 え大事だとおっしゃってました。ああ、やはり基礎は大切なんですよね。ああ、真央ちゃんバレエ苦手なんですね。でバレエ、バーが苦手なんだ。うん。えー、なんかちっちゃい時からバレエをしていたイメージがあったんですけど、これは意外な話ですね。うん。 えー、綾野さん、よろしくお願いします。えー、散々中傷していかないと言っていたシャマファンで、行くことにしていた人がいたんだけど、えー、席を立つ嫌がらせでもしに行くのかと思ってしまいました。嫌がらせが SNS で知られちゃったら、えー、羽生ファンに同じことをされちゃう可能性も出てくるよね。あ、ね、なんかそういう、えー、席を立つ嫌がらせでもしに行くのかっていう、嫌がらせをしに行くっていうなんか方もね、いるんですかね、これね。うん。これは あのスターズ・オン・ワイのことでしょなんだろうねわかりませんけども、かそういうこともある可能性があるということで。うん、そして、えー、とマルリンさん、よろしくお願いします。えー、ベルギーのフィギュアスケートレッスンはまるで、えー、仕事、食料のようだと、株ぶ前から言っていますよね。なんか聞いていてたら えベルギーといえば、ギルドを思い出しちゃった。うんえ。ベルギーのイメージって、職人気質とか、職人によくある、変貌さとか、変わり者などを連想する、あるんですよ。めっちゃ変わり者ですよ。うん。いや、今回の引っ越しの作業も、かなり、えー、かなりですね。うん、そういったところありましたからね。はい。えー、ほん結構変わり者多いですね。うん。大丈夫。変わり者が多いけども、天才も多いっていうのがやっぱありますね。 うん、あのとにかく効率が本当に悪い、うん、そして、えーえー、っと汚いものとか捨てられないっていうね、うん、ゴミをまず捨てないっていう、そういうなんか、逆にゴミが溜まってっちゃうんですよね。なので、えー、ちょっとこう、なんかそういったところがありますね。で、ベルリンのフィギュアスケートのレースを見てると、本当にこう、もうピリピリとした空気感がすごく伝わってきてですね、うん、子どもたちも楽し,楽しんでるっていう雰囲気が少ないなっていつも思いますね。はい はい。えー、というわけで、皆さんありがとうございました。一旦動画を止めていきたいと思います。